はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ、前回はね、なんだっけ、まあ、夜過ごしました、頑張って。で、今ちょっと遠出してきてます。遠出っていうか、まあ近い遠出ですね。こっち、黒枝がこっちで、こっちに来てますよ。で、あっちにね、まあ、建物があるんですよ。とりあえず一回近づこうか、ゾンビ湧くと思うん で、これが多分あのなんだっけ、ツールがいっぱい、ワークベンチだ、ワークベンチのもらえる建物だと思う。もらえるっつうか置いてあるのかな。あ、やっべえ、やりてえ。これオイルバレル吹っ飛ばして、よし、とりあえず一通り湧いたと思うんで倒そっか。後ろのやつらから倒そっかな。クマいるじゃん、クマまずいって。湧きすぎだな。これやばいな。スパイクだな、これは。待て。落ち着け、お前ら。多すぎだろ。進軍してくる、こいつら。やべえ、多すぎだ。お前ら多すぎだ。いや、ある程度湧くとは思ってたけどさ、これダメだわ。これダメっすわ、もうお前らもダメだ。あまりにも多すぎた。ちょっと待って、ここじゃない。ここ。ほっほー、マッチキュー。ワンモートライ。あ、でも燃料なくね、俺。何匹ぐらい倒したんだろうね。1、2、3、4匹。ダメだな。たった4匹しか倒せないのか。集め方が下手だ。今爆発すんじゃねえの。ちょっと待って。よし。登るの。中通るんじゃなくて登るの。あ、中通ってるね、一応ちゃんと。つか弱っ、スパイク弱っ。いいね。歩く速度大体一緒ぐらい、ゾンビと。これでさ、クマとかに突っ込んでったら笑えないけどね。いいじゃん。走る必要ないよ。焦らなければ走る必要ないよ。よし。じゃあ足りなくね。さっきのやつら漁ってこよう、ちゃんと。なくなっちゃう、これ。どこだ？ここだ。せっかくこんなに倒したのにさ。まだ来てないでしょ。来てる。やばい、殴られる。プーセーフ。多いなぁ。ダメな、こりゃ。多すぎる。もう一丁だ。お前も来い。よし。まだだ。ナイスなタイミングを見計らってね。今です。What？ あ、良いんじゃない？良いんじゃない。よし。うわ、当たらんかった。せっかく3倍チャンス。やべえ、こいつら殴りまくり。いいね。アーチェリー上がったんじゃない？
違う、これのレベルが上がったな。強っ強っ。サプライドロップこんな日に来るかい。どうせ見えないから。一応見るけど空を。無理です、無理です。あっ、ちょっと待って、ちょっと待って、見える。クソ、あれ取りに行けと俺に。無理だろ、無理だろ、無理だろ。間に合うか。あさりに行きたいけど、行きたいけど、いやもうダメだ。取りに行こう。サプライの方が大事なもん入ってるから。お願い、スタミナ大丈夫。お願い、マジお願い、回収できて、回収できて。うわやっべ、上がり坂やっべ。お願い、サプライお願い。煙もうちょっと出てて。あーどこだろう、あどこだろう。あーないかも。ロスト、ロストか。方角合ってるよね。うわーロストかもこれ。天気良くならんと俺見つけきれないかな。マジか、天気良くなんねえかな、この雪山で。雪山でサプライ回収ダメだね、ほんとに。辺りを振りま、振り回る、え、辺りを見渡すのはダメなんだよ。もう方角わかんなくなるから。ダメだな。意外と遠くだったかもしれないから、もうちょっと遠くまで行きましょう。ないよね。ないよね。いやー今回のサプライを取っときたかったな。今回のは取っときたかったな。ないね。だいぶ来たでしょ。うん、この範囲では絶対中に落ちてるわ。うん、中に落ちてるわこれは。さすがに。なんだこれ、池まで行ってみよう。どうせなんだし、池っぽいのがありそうなんで。うん、なんもないねこの池は。オッケー、じゃあ帰りましょう。ダメだ、回収失敗だこりゃ。帰り道に見つけたらラッキーぐらいで。やっぱ雪山では厳しいのかな。なんかいいの拾ったさっき。あこれ拾ったね。ウェア、ないかな。ないよね。これじゃあさ、あれだよね、サプライの回収もでき、サプライじゃない、死体の回収もできないよねあいつらの。直で帰れば間に合うかな。結構倒したのにね。なんか弾の材料出てきた。あれは？あれ違う、あれ看板だわ。方角もわかんないよ俺。え？本当に？本当にあっちだな。ちょっとここなんか街っぽいのありそうじゃないですか。ガスステーション見っけ。これ気をつけないといけないやつですね多分ね。このガスステーションの中に地雷があるっつってたんですよ。戸棚の前かな。でもゾンビいっぱい湧くから嫌だな。ほらーもうもうもうまたっていうぐらいに湧いたよゾンビが。もう俺こいつらの相手するの嫌だ、嫌だ嫌だ。
バスバレルだけ持って帰るか。開いてる？開いてないね。開けようか。開いても持てないじゃん。ダメだこれ、帰ろう。せっかくゾンビ湧いてくれたけどダメだ。今回は俺あっち行く。いやマジか、サプライ強だったか。失敗したな。サプライ強だった。サプライの日はね、やっぱりね、景色のいい場所がいいです。景色のいいつか見晴らしのいい場所だね。じゃないと降ってきたの見つけられない。あー今んとこあれだったなー。あーもう帰ってきちゃったね俺ね。今んとこあれだったなー。もう一回まで見てこようか。どの方角でしたっけ？この方角でしたっけ？違う、ここだ。いやでもこの方角、このラインで行ってるから俺ここの先だやっぱり。この高台から見渡してちょっとあるかないかだよ問題は。ないよね。木にかかってるとかないの？木の上に引っかかってるとかないわな。あの丘の上まで行って見渡して考えよう。それなかったらもうないわ。悔しいな。インベントリ開けるのも大変だからめんどくさいっちゃめんどくさいけど。あれは見つけちゃった。見つけちゃった。セキュアチェスト通黒。これスクラップ。280って書いてなかった今。あらら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 、ららあのクマさん、クマさんじゃない、あのあれキコリン、キコリから見つけたやつ。結構いいものだったっていうね。俺が作ったやつより質が良かったっていう。でいいかな。さすがに OK でしょ。さあ行きます。第一。わーお、これはいい、これはいいぞ。これはお高く売れそうなものが。一回帰る。近いでしょどうせ。俺このまま行ってもさ売れねえもん。一回帰ろ。ダイレクトで行けばすぐそばだから。そしたらあーめんどくせえ。え、なんだ俺。ブルーベリーとスノーベリーがダブってる。スノーベリー食べてブルーベリーは入れよう。ブルーベリー種にして植えた方が絶対いいから。あもうすぐそばじゃん。正解だね今の判断は。変えるっていう。これ中に入れてくれねえかな裏から。無理かな。めっちゃ高いジャンプ台作ってさ斜めに入ってみたいよね。よし。ハローハロートレーダー、ハローハロー。 A nickel ain't worth a dime anymore. 売るよ。188だって。いいねいいね。 AK のパーツやっぱ高いね。ビーカーも高いんだ。これ75だって高くね。これ高いでしょやっぱり。いいねいいね。3しょぼしょぼ。1あ値段つけてくれ。あやっぱり売れないか。1かよ5ってしょぼ。こんなもんだね。アンチバイオティクス、ハンマー買っとこうか。いらないかな。いらないな。あそこに行けばワークベンチがあるという考え方もあるんだしね。そしたらそれ使えばいいや。
よいしょ。あ、これ売るの忘れてた。まあいいや。これは持っていきたい。これはまあどっちでもいい。持っていきたい。半分ぐらいでいいか。飲もうかな。よし行こう。よし行こう。いざ。いざワークベンチの建物。多分ある。お腹減った。お腹減った。多分ある、多分。なかったらまあそれはそれでね、あそこのゾンビの量半端なくて楽しかったから許そう。その時はその時だ。あれ夜行ったらやばいね。夜建物に逃げようとしてあそこに行ったら逆に返り討ちにされるよね。多分ああいうマップね、ああいうの固定マップにない可能性もあるんだよね。それ考えたらやっぱり、あ、固定マップじゃない、ごめん、ランダムマップ。え、待って、もう一回枠とか言うねお前ら。それだけダメだぞ。もう一回枠のダメだから。あ、ブルーベリーはまだ漁れるかな。死体残ってたら嬉しいな。5分経ってる。あ、漁れる。やったやった。なんか完全勝利的な気分。何も入ってねえじゃん。なんか入れとこうよせめて。赤シャツ、赤シャツです。 OK。 じゃあいよいよ漁っていこうか。こっちもオープンって書いてあるよね、右上。グルーがね、あれがなんだっけ、クロスボウ作るときに必要なんで、ちょっと重要なアイテムになります。おや、お、なんかしょぼい。おや、いつもすぐ手に入れたいな。もうあれだよね、レシピ拾ったら俺作れるもんね多分。こっちはガスバレルがたくさんあっていいな。間違って叩いたら爆発するけど、いいね。ガスバレル本当に多いね。あ、俺アクス置いてきちゃったっぽい。じゃあこれで。オッケー。あ、フラッシュライトがない。くら。ちょっとフラッシュライト探そう、まず。どっか、そこない。お、いいの、いいね、食べよ。斧ないのつらいな。アクス作ろう。しまった、アクス置いてきたのは失敗だわ。これで神がかったアイテムが入れれば神。そりゃそうだな。空っぽかよ。空っぽはダメでしょ、空っぽは。上は、上ありそうだよね。どうやって上がるんだ、ここ。階段があるね。うん、ほんと何も見えない。あ、これか、ワークベンチ。ほんとだ。あ、何アイテム A、B、C。コンバインって。え？混ぜるの？どういうこと？コンバインって何それ？こういうわけじゃないな。コンバイン？何を混ぜるんだ？何を混ぜる？こういうことか。今たまたま同じアイテムがあったけど、あ、もしかして同じアイテムじゃなくてよかったりして。あ、入らない。あ、書いてある。コンバインシミラーシングルパーツアイテムオブクオリティトゥメイクアニューベターアイテムだって。アクス、お、こっちで作ったの、こっちのアウトプット、そりゃそうだな。わお、
これはいいぞ。いいぞ。セシカいいぞ。アクスを強いの作れるぞ。頑張れ。マックスマックス作るぞ。いいぞいいぞ。いいぞセシカいいぞ。これはいい。これはいい。しかもさ、時間かからないっていう、これ素晴らしい。あーいいね。あ、クラフトベンチ最高やん。ワークベンチか。あ、ワークベンチ最高やん。あ、これワークベンチの効率上げるスキルとかねえのかな。うわ、来た。青来ました、青。いいぞ。とりあえず同じアイテムを置いたらクオリティが良くなるっぽいです。よーし、来た、ピンク来た。あと10個しか作れねえ俺。待って、俺レシピ足りなくね。草こんなに使って大丈夫？ちょっと待って、一回キャンセルしよう。やばい、これちょっと不安を感じた。マックスまでどうせ持たないし。いや、ワークベンチ最高。ワークベンチ最高です。いらない。鍋もいらないから。お願い！フラッシュライ！来なーい。フラッシュライ！いいねー。これ捨てよっかな。いや、ワークベンチあるって教えてくれて嬉しい、ほんと。つか、こんな機能ついてたんだね。コンバインって。いや、やっぱこういう新しい要素見つけるの楽しいわ。とりあえず行こう。あ、待ってよ、夜20時じゃん。フェラル来んぞ、お前。やば。やば。やば。こんなって遊んでる場合じゃねえわ。ちょっと待って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 。やばいから。マジやばいから。マジやばいから。ちょっと待って。笑えない。やばい。こんなところでフェラル迎えたらどうしようもねえから。間に合うよね。絶対間に合う。大丈夫。この距離だったら絶対間に合う。ちょっと準備していいぐらいになるから。いやー、今回はなんか大きい収穫多かったね。すごいっす。あ、ついでにトレーダーのとこで売っ払って、それからなんかやろっか。草欲しい。スタミナが足りなくなるかも。おう、こうせないよって言われて。ふう、帰ってきた。やば、焦った今本当に。じゃあトレーダーに売って今回終わりにしましょう。で、次回はちょっと装備を整えてフェラルほど。あれ、裏アイテムあるよね。よし。 No public bathrooms here and don't be peeing on the floor. これもいいか、売っちゃえ。うん、売っちゃえ。バレルもあんま高くないんだね。これ2位だって、ここまで行っても。残念だね。That's right. Do the math. Do the math. 計算しろって。算数しろって。よし。俺の隠し財産は2000。2000ゴールドです。ゴールドなんていうのこれ。ドル？ゴールド？わかんないね。あれ、これどういうことかな。2200だけどセールプライスが2300。これちょっとさ、これちょっと持てっていい。2212売れるわけねえか、さすがに。いや、気になる、気になる。これまでやって終わりにしよう。売れるわけねえと思う、売れるわけねえと思うんだけど。セールプライス1。そんなわけないんだって。だからよし、というわけで今回ここで終わりたいと思います。ちょっとね、
いろいろと楽しいものを見つけました。今回はいやー成果あったよね。だいぶあったと思います。というわけで次回はフェラルフォードですので、よろしかったら次の動画を見ていってください。動画の下の説明欄にプレイリストありますのでね、見てくれたら、おえはは、見てくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。チャンネル登録もしていってください。